それでは安芸高田市緊急記者会見を始めます。あまりにも緊急すぎて、なんとメディアの方へ案内も遅れていません。ですので実は今日記者の方は不在です。市の YouTube での独占配信となっています。この度安芸高田市の YouTube 公式チャンネル登録者数が東京都を抜いて日本一となりました。全国の応援してくださっている皆様、本当にありがとうございました。また多大なるお力添えをくださったメディアの皆様、この場をお借りして心よりお礼を申し上げます。それではこれまでを振り返っていかがですか？昨年の7月の時点で登録者数が1万人ぐらいだったんですね。そこから半年弱、昨年の12月の頃に13万4万人まで来ました。そしてそこからです、1ヶ月ちょっとでさらに3、4万人増えるというものすごい勢いを見せました。安芸高田市としてかつてないほど注目を集めていますし、全国に1700ある自治体の中でも他に類を見ないほど盛り上がっていますので、本当に嬉しく思っています。この喜びをどのように表現されますか？喜びの舞やっときますか。お願いします。日本一やりました。おめでとう、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 ありがとう、ありがとう、ありがとう。では最後に今後の意気込みをお願いします。はい、安芸高田市は人口2万7000人の小さな田舎の町です。それでもいろんなことができるようになりました。そしてもっともっとできることがあると思っています。どうぞこれからも安芸高田市にご期待ください。